展開しております。私たちは私鉄我が県連に加盟するバス、電車、タクシーを中心とする労働組合です。皆様の地域の移動の手段としてしっかりと蓄え、持続可能な公共交通を維持するために、私たちは交通政策として取り組んでおります。全国どこにでも誰もが移動できるための公共交通を守るために、地域の皆様と私たち公共交通で働く者とが協力していくことが必要です。おはようございます。出勤通学の皆様、おはようございます。私たちは今日、生活路線バスを守ろう、地域住民の足を守ろう、そういう思いでこの場から訴えさせていただいております。今松本市ではいろんな場所で車を規制しよう、そういう動きも出ています。パークアンドライドという形で駅の周辺に大きな車の駐車場を作り、そこから公共交通を使って市内に入ってくる、そんな取り組みも今始めようとしています。高齢者になってきた場合、本当に自分で運転するのは危険になったとき、その時私たちの足を本当に守ってくれるのが公共交通だというふうに思っています。どうぞ皆さん、公共交通にしっかり目を向けていただいて、私たちの生活の中で公共交通がどうやって生活のネットをつないでいくのか、そんなことをしっかり考えて、一緒に考えていただければというふうに思います。日本私鉄総連合会私鉄長野県連の取り組みとして、公共交通利用促進キャンペーン行動を行っております。公共交通の使命であります安全安心快適な輸送に努め、労働組合として特に安全対策には十分に同志で話し合いながら対応をしています。私たちは地域の触れ合いと住民の笑顔を求めて、環境に優しく子どもたちの安全や高齢者の暮らしを守る公共交通をみんなの手で育んでいく運動を進めています。山形村の、公共交通はアルプコ交通の路線バス、松本市の西部コミュニティバス、朝日村のシュトルバスとありますが、近年バスのダイヤ等がどんどん減らされて、非常に公共交通が利用しにくいものになっております。いわゆるマイカーで利用できない人たち、お年寄りとか通学の高校生たちは、少ないバスダイヤの中でやりくりをして、なんとか通勤通学をしており、月1回でもいいです、マイカー通勤の皆さん、公共交通を利用して会社に行ってみてください。これからの松本市を考えたときには、路線バスやハイヤー、タクシーなどを公共交通を利用する町づくりに変えていくことが、この松本市にとっても大切になってきています。理由は2つあります。1つは少子高齢社会の中で、高齢者の方が地域の中で孤立してしまう。2つ目の理由は、町づくりを考えたときに、このままマイカーがどん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 増えていって、本当にこの渋滞あるいは環境問題、CO2 の問題考えたときに、マイカーが増え続けていく、そんな社会でいいんだろうか、本当にそれが便利な社会と言えるんだろうか、ということです。ぜひ市民の皆さんにお願いしたいのは、こんなバスがあったら、あるいはこんな時間帯にバスをしていただいてもらったら、もっと便利になるだろう、こんな提案をぜひアルプコ会社や
あるいは私たちアルプコ労働組合、私鉄県連などにご意見などをお寄せいただきたいというふうに思うんです。今日は公共交通利用促進キャンペーンで、この松本の駅前、あるいは長野の駅前で私鉄長野県連やバス協、タクシー協会などが一緒に公共交通の利用促進キャンペーンを行っています。今日機会、ぜひ公共交通に対するさまざまなご意見あろうかというふうに思いますので、市民の皆さん、広報層の皆さん、ぜひ私たちにいろんなご意見をお寄せいただいて、乗って便利な公共交通を一緒に作っていきましょうということを呼びかけさせていただいています。